せっかくの新しい服だけど、キビトさんとペアルックみたいで恥ずかしいな。海王深海か、何もないけど地球とよく似てるかも。いいぞ。お、すっごいパワーだ。ジェットソードだっけ？なんかかっこよさそうな名前だけど、なんだろう。あれがジェットソード？よっ！よっ！よっ！この剣がゼットソードです。はあ。引き抜いてください。私の知る限り、この剣を抜くことのできた者は誰もいません。引き抜くんですか？なんか昔話でこういうのあったな。このゼットソードってのを抜くことができたらどうなるんですか？凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブウオもしのぐほどの。本当ですか？すっごくよく切れるってことかな。おっかなそう。心配するな、お前には抜けん。キビト、黙って見ていてごらんなさい。さあ、ゴハンさん、
やってみてください。はあ、よし。サイヤ人か。まあ同じことだと思うがな。無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが、なんで人間に抜くことができよう。ほら、やった。なんと。どうせ言わなきゃいけねえことだから言う。ゴテンとトランクスは無事だが、ゴハンとベジータは魔人ブーに殺された。ベジータが、そんな。僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるかお前も。おう、どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある三人のバカたちを探してるんだよ。こいつとこいつとこいつ、この三人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ、始めろ魔人ブー。おい。あの野郎、やりやがった。もう一度言うよ。この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃあ情報待ってるよ。くそ、あの野郎。あいつらがベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。すんな。なるほど。嘘だ。パパがあんなやつに。じいちゃんが死んじゃった。泣くな。そんな暇はねえぞ。
悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。分かったな。始めぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めぞ。地球人の諸君、たった今なかなかの情報が入ったよ。3匹の中の1匹、トランクスとかいうガキは西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ。これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね。早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。くそ、家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ。ソウ君、今の聞いた？パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊されちゃう。大丈夫だ、ドラゴンボールで生き返れる。違うの、研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきたドラゴンレーダーもパーよ。あのレーダー、特殊な部品が使ってあるからそこいらじゃできないのよ。つまり二度とシェンロンは呼び出せないってわけ。え、困ったな。よし、トランプス、お急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めておく。大丈夫おじさん、すぐにやられちゃうんじゃない？まあ少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ、奴ら西の都に着いちまうぞ。急いで奴らのところへ行かねえと。どれくらい時間稼ぎできるか。西の都は いろいろあるよ。毎度。
さっさと片付けちまうか。ヒヒヒ、いいもん手に入ったな。よ、貴様はちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる3人は近いうちに絶対現れる。約束する。だからそれまで待て。余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろ。なんで待つんだ。何か企んでいるのかな。ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。僕たちを倒すって、そりゃ千年特訓したって無駄だぞ。そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな、そう言うと思ったぜ。じゃあオラもちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさを発きり見せてやれ。おい魔人ブー、何やってるんだ。さあやってしまえ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。なんだ、再び呪文で封じ込められたいか。俺を封じ込めたらお前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつの間にか余計な知恵をつけおって。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。はあ、ちっしょうがねえな。けっけっけ、無駄だ無駄だ。ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた、スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるかな。何？これがスーパーサイヤ人の状態。これがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。スーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。でも時間を稼がねえとな。戦いを楽しんでやる。余裕たっぷりだな。Yeah!
時間を稼ぎてえところだ。オラの時間がなくなったの。ほとんどダメージなしか。ん？トランクスの木が早く動き出した。ドラゴンレーダーを見つけて西の都を離れ始めたな。おい、なぜ戻る？お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だが、オラには時間がねえんだ。割が蹴るぜ。逃げられると思うなよ。倒してしまえ、魔人ブー。いいか、バビディ。てめえの探してる3人は2日後に現れる。だからそれまで何にもしねえで待っててくれ。強いのか、そいつら。ケッケッケッ。僕がそんな言葉に耳を貸すと思うのか。惜しいな。せっかく魔人ブーには楽しい勝負になりそうなのによ。消えた。ほい、逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしてたからだぞ。ウスネロ、探してこい。バビディ様、俺いいこと思いついた。な、何？いいこと？喋れないだろ。俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。やっほー。さて、強いやつやってくるまで退屈だから、地球人全滅して遊んでよーっと。バビディがいなくなって魔人ブーは計算なしで破壊を楽しんでやる。どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人3ってのな、使うエネルギーが大きすぎて一気にヘトヘトになっちまう。オラに残された時間はあんまりねえ。それまでに何としてでもチビ2人にフュージョンを完成してもらうしかないな。希望の星はあの2人だけだ。
きました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし、もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。ビュー、腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は三歩分だ。ジョン、手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ、こうして二人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん、じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。ふゆー、ジョン、はっ。よし、さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。わかった、クロ、あとは頼んだ。ああ、悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫くん。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ごはんくんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい、ではここまでじゃ。行くぞ、悟空。あ、なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ、父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早く言えよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。うん、死んだらまた会おうな。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。よし、悟空、あとは自分で行けるじゃろ。お、サンキューばあちゃん。ご飯はもう天国に行ってんかな。ん？
の木だ。なんで、あれ、どこだ。ここでも海王界でもね。行って、よし。一体どこなんだ、ここは。いる。確かにご飯の気を感じっぞ。どこだ。父さん、なんでおめえその格好。ありゃ、海王神様。それに死んじまったはずのなんとか女王さんも。お父さんこそなんでここへ。ああ、そうですか。魔人ブーはそんなに地球をめちゃくちゃに。それにしても、そいつがさっき話してた伝説の剣か。すんげえ切れ味なんだろうな、その Z ソードっちゅうの。そうだ、宇宙で一番硬いと言われる金属、カッチン鋼で試してみましょうよ。きっと豆腐みたいにスパスパ切れますよ、この Z ソードならね。いきますよ。神様が勝てんで試してみろっちゅうから。だって手にしたものは世界一の力を持つことができると。へへ、違いますよ。だあれ、
なんだあのじいちゃん。わしゃよ、おめえのよ、15代前のよ、海王神なんだな、これが。15代前の海王神様。昔、わしの恐ろしい能力にビビった強くて悪いやつに、あの剣に封じ込められてたんだな、これが。本当にそんなすげえ能力持ってそうなじいちゃんには見えねえよな。え、まあ。ふーんだ。だったらもう能力のことは教えてやらないようだ。え？冗談だってば。せーん、もう知らんもんね。そのうち本物の女のおっぱいや尻触らしてやっからさ、教えてくれよ。本当か、本当だな。ああ、バッチリさ。やっぱ亀仙人のじっちゃんと同じタイプだ。そんでさ、その能力なら魔人ブーに勝てるんか。まあ絶対とは言えんがよ、いけると思うな。おーしごはん、おらもう下界にはいけねえからさ、おめえブルマンに事情言って頼んでくれ。え、僕がブルマさんにそんなこと頼むんですか。尻やおっぱい触らせるだけで宇宙救えるんだぜ。宇宙は救えても僕がブルマさんに殺されそうだ。そんでその能力ってのはどんな能力なんだ。わしゃよ、隠された力をよ、限界以上に引き出すことができるんだな。聞いたことあるか、こんな能力。なんだよ、割とよく聞く能力じゃねえか。何を言うか、限界以上なんだぞ、以上。おい、あの剣を抜いたのはそこのお前だったよな。ちょっと来い。よし、そこに立って、あんまり動いちゃいかんぞ。はい。では行くぞ、魔人ブーを倒してこい。ふん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 ふ
儀式に5時間、パワーアップに20時間だ。え？ほら、ちょっと昼寝してくるわ。頑張れよ、ごはん。そんな。修行を開始してから1日余りの時間が過ぎようとしていた。よし、いいぞ。もうほとんど完璧だ。では、そろそろできるか試してみてもよかろう。よし、二人の気をピタリ同じにしろ。はい。いいぞ、始めろ。世界崩壊のカウントダウン、魔人ブーの凶悪変化。なんちゅう木の嵐じゃ。いや、やりよったわい、成功じゃ。よっ、よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。俺を
甘く見てないか。魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高ビーなやつだけど大丈夫か。たった一日余りの魔人ブーの攻撃でこの地球の人々や町はなんとすでに8割ほどもが消滅させられてしまっていた。ブーは人々を粘土に変えて自らの家を作り、そこを拠点に次々と気ままに町を壊滅させていく。この間地球側もただ黙って見ていたわけではなく、一応軍隊も何度か出動したのであるが、やはり全く歯が立たず、ことごとく壊滅に瀕し、今はもうすでに無駄と知り、向かっていく者すらいなくなってしまった。だが残された人々は完全に絶望しているわけではなかった。救世主がまだ生き残っていることを知っていたからである。あのセルをも圧倒した世界一、いや宇宙一の戦士、そう不敗神話を誇る最強の戦士ミスター・サタンがついに動き始めたのである。あれが魔人ブーの家か。いるのかな魔人ブー。いないのかな。いないぜ。おじけづいたか魔人ブー。しょうがないな、いないんじゃな、戦えないもんな、帰るしかないか。カカカカカカカ、ヤッホー。こんにちは。はじめまして。お前どんなお菓子になって食われたいか。いやちょっとお待ちください。私は家来になりに来たんですよ。お前俺の家来になりたいのか。それはもちろん。魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよ。ほら高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ。とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。ドキッドキ。食べたぞバカめ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。うまいな。え、人間のチョコよりうまいぞ。そうすか。お前面白いやつだな。家来にしてやる。え、どうもありがとうございます。いい気になるなよこのデブ。今に覚えてろ。ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ、命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスターサタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後。お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですかその犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか。ああ、
言葉は分かりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。それで逃げないんですよ。うん、なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。あ、それ逃げろ。うん、なんだこいつ、逃げない。怪我治ったのに。あはは、そいつ喜んでるんですよ、助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか、俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ、お前も俺が好き。え、あ、ええ、そうです。ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。あ、あの魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか。なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか。そうやって遊ぶって言ってた、ビビディもバビディも。誰でしたっけそれ。俺を作った嫌な奴たち。そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ、やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか。まあじゃあやめた。もう誰も殺さないの。うん、どこも壊さない。うん、やったぞ。やっぱり俺は英雄だ。ここは坊ちゃん、この辺りですよ。魔人ブーの家が。なんだ、びくついているのか。どうってことないって言ってるだろう。第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。なんでヒーローのミスターサタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。サタン。くそ、ブーは外したか。信じられん。助かった。サンキュー。ギギギギ。え、どうかしたんですか。逃げろ。犬と遠くに死ぬぞ。え、死ぬ。どういうことですか。早くしろ。なんなんだ。魔人ブーの強い怒りによって
内に持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時、力の大半を悪の方に持っていかれたからである。ああ、チョコにしてやる。また変なのになった。どうなってるんだ。まだ覚えて。フュージョンの修行が大詰めとなった中、ピッコロとデンデは魔人ブーたちのこれまでのやり取りを見守っていた。なんてことだ。おい、どうしたんだピッコロ。気づかんか、魔人ブーの気の変化に。え、奴は変化してしまったぞ。バカな地球人のせいで純粋な悪となり、体もより戦闘向きなものとなって。しまった。今度の魔人ブーは俺たちの木を見つけられんぞ。出せ。え、出せ。出せ。一体何を出せというのだ。俺と戦うやつ出せ。戦うと約束したぞ。ここにいるはずだ。大きなパワーここにあることを分かった。確かにここにいる。だが今は眠っているんだ。お前との戦いに備えたな。起こせ。俺待つの嫌い。くそ、やむをえん。ドラゴンボールで必ず生き返らせる。残った人間たちよ、すまんが時間稼ぎをさせてくれ。そうだ、お前は地球人を皆殺しにするって言ってたじゃないか。まだ地球上には随分生き残っているぞ。戦うのはその後でもいいじゃないか。
地球人みんな殺した。さあ戦うぞ。戦うやつ出せ。わかった。だが今はその選手は寝ている。戦いの準備をする時間だけくれ。いやだ。ミスターサタンの子供も待ってほしいと言っているぞ。え？本当だ。サタンと匂い似ている。よし待ってやる。でもちょっとだけだ。トランクスとゴテンを叩き起こして精神と時の部屋へ連れて行け。わずかな時間でもあそこなら数日分は修行できる。ああ。ゴテンたちが修行するためわずかな時間を何とか稼いでいたが、ついに魔人ブーはしびれを切らす。やむなくピッコロはゴテンたちが密かに修行をしている精神と時の部屋にブーを連れて行くのであった。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中では6時間になる。1週間は修行できたはずだ。頼むぞ。じゃ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 ーん。待っていたぜ魔人ブー。ん？あれか。そうだ。頼む。奇跡を起こってくれ。